今日はバイト休みか。っていうかここからしばらく休みなんだね。単純にシフトの関係の可能性高いけど、何か予定あったりして、旅行とかゼミとか。ごめん、わからないからそっちは諦めてください。君の記憶が戻った時に問題になってないといいな。それじゃあ今日はどうしよう、出かける？それとも家にいる？わかった、じゃあ記憶探しのお散歩だね。あ、お、いきなり会っちゃったな。驚いた。おはよう、買い物？驚いたのはこっちです。まあ今さら右京の神出鬼没に疑問抱かないけど。俺はちょっとアウトドア用品店に用があってさ。この先だったよね。この街は何度も歩いたけど、アウトドア用品店は一度も行ったことなくてさ、うろ覚えなんだ。寝袋だよ。最近寒くてさ、外で昼寝もできないんだよね。まあ俺の場合昼寝レベルじゃなくて本気寝だけど、いい加減ベッドが恋しいよ。外で寝るのやめればいいのに。この間は川沿いで寝てたら、いつの間にか水中でさ、軽く仮死状態だったよ。いつ落っこちたんだろう。寝相悪すぎだよね。ここまで優しくしなくてもいいんじゃない？ダメだよ、俺にそんなこと言ったら俺の好感度上げてはいけません。つけいるよ。大体君は最初に出会った時から俺に優しすぎるの。親切だし、いい子だし、可愛いし。なのに妙なすね方したり、時々ムキになったり、涙もろかったり、とにかく全部ダメ。ただでさえすごく好きなのに、これ以上好きになったらこの後が辛いよ。俺はもうしばらくしたら君の前から消えるから。だからそれまで普通にしてて、いつもの君で十分だからさ。じゃあね、またお店行くよ。行っちゃったね。っていうかあの先にアウトドア用品のお店なんてあったかな。駅の向こうならあった気がするけど。え、君んちってここから電車乗らなかったっけ？じゃあお店は？メイドの羊は電車3駅向こうだよね。あれ？違う？じゃあわかった、君の大学だ。え？違うの？じゃあ聖地大学の方？それも違うの？おはよう。今朝はあったかいね。ってなんでこれが8月の会話なのかと。北の方とかどうなってるんだろう。さて今日はどうする？公園？いいよ、僕公園結構好きだし。じゃあ行こう。天気もいいしお散歩向きだよね。今日は結構人がいるね。お散歩日和だからかな。あれ？あ、この声は。なんだ、君も公園に来てたんだ。いい天気だよね。右京だ。君は散歩かな。そんな感じだね。俺はこれから昼寝タイムなんだ。最近どれだけ寝ても疲れが取れないんだよね。歳かな。歳の問題ではないと思います。じゃあそういうわけだからこの辺でいいかな。おやすみ。ちょ、ほんとよくこんな場所で寝れるよね。暑かったり寒かったりしないのかな。温度は平気でも日差しとかきつそうなのにな。あのさ、悪いんだけどじっと見てるのやめてくれないかな。気になって眠れなくて。だったらこんな人目の多い場所で寝なきゃいいじゃん。
君はダメです。っていうか、君がダメです。他の人は気になんないんだけど、君に見つめられてると眠れないよ。俺と君は結構付き合い長い方だと思うんだけど、君の前で寝たことはあまりないし。っていうか、ほとんどないと思う。最近が例外なだけで。だから、君に見られてると意識してしまうというか、恥ずかしいんだよね。って普通これ、女の子が言うよね。なんで俺、こんななんだろう。とにかく、俺はもっと端っこ行って寝ます。君は離れてるように。お、右京池の淵に転がった。めっちゃ家族連れに見られてるし、あれいいのかな？通報されないかな？あ、通報される前に池に落ちた。ここで助けに行くと、さすがに右京のプライドこっぱみじんかな。見なかったふりしてあげよう。あれ、携帯鳴ってる。この音メールじゃない？お、沢からだ。何やってんの沢。ケントと沢は今大学にいるんだね。これどっちの大学かな。久しぶりに行ってみようか。それって君の大学だよね。右京には行くなって言われてるけど、中に入らなければいいかな。校門前くらい平気だよね。ここ来るのも久しぶりだね。でも夏休み中じゃなかったらこうはいかなかったな。本来毎日来るべき場所だしさ。ここ結構大きい学校だよね。生徒数多そうだな。ストップ。それ以上入っちゃいけない。あ、右京だ。なんで君ここにいるの？どうしてここに来たの？君の姿を見かけた時、心臓止まるかと思ったよ。俺はそんなことで死にたくないの。他はやむを得ないにしても。女の、何も別に今じゃなくてもいい話じゃないの。学生の君が大学に来るのは当たり前だけど、今月中に限ってはその当たり前を捨ててください。本当に君は油断できないな。どうして自分から危険に近づくかな。まあ以前から君はちょっと向こう見ずなところもあったけど。俺が過去住んでた国に行きたいって本気で言ってるの？だって一つや二つじゃないよ。それに安全な場所ばかりとは限らないし、ぶっちゃけどう考えても秘境に分類される場所も結構あるしさ。全部行ってみたいっておすすめしないけどな。でもそう言ってくれたのは嬉しいかな。俺に興味があるってことでしょ。君が以前と変わってないことを懐かしめる状況じゃないんだから。本当に自重してね。俺だって君的に危ないんだから。じゃあ俺はもう行くけど、絶対中に入ったらダメだからね。本当にもう。本気で言ってるのに悪いけど、あのリアクションちょっと面白いって思っちゃった。え、思い出してる？嘘、記憶を？右京とのこと？なんで？僕見えないよ。あ、でも君は随分人格も回復してるみたいだよね。じゃあ戻ってるっていうのは本当なのかな。でもだったらそれっていつの記憶なの？再会したのは8月1日でしょ。それまで右京とは会ってなかったみたいだし、いつ親しくなる暇があったの？それ本当に記憶？君が精霊の僕と同化したせいで他の世界の覗き見をできるようになっちゃったとか。まさかね。
おはよう。どうしたの？顔真っ青だよ。変な夢でも見た？そんな感じだね。かわいそうに。大丈夫、目が覚めればすぐに忘れちゃうからさ。あとさ、携帯に着信あったよ。メール確認しようか。何これ、何も書いてないじゃん。差出人は、あ、これ右京だよね。前にもメール来たし。間違えてカラメール送っちゃったのかな。確認のメールしてみる。カラメールが来ましたけどって。あいつボケっとしてるからこういうミス多そうだよね。さて、ただ返信待ってても仕方ないし、顔洗って着替えよう。あとさ、ずっと気になってたんだけど、郵便物の確認とか全然してないよね。重要なものがあったら困るから、後で見に行こうよ。水道料金のお知らせとダイレクトメールだけだったね。架空請求とか来てなくてよかったな。今の状態じゃ何が架空で何が本当かわかんないもん。下手に誰かに相談するわけにもいかないし。あれ、あそこでフラフラしてるの右京じゃない？おお、本物だ。でもなんかボケっとしてるね。ここにいるの？っていうか近い、近すぎです。言ったじゃないか、俺に近寄ると危ないって。え、俺なんでこんなとこにいるの？それはこっちが聞きたいんだけどな。まだ寝ぼけてんの？てか無遊病なのこの人。ちょっとさ、メールの件とか聞いてみてよ。送ったよねって。え、俺がメール？そんなことした覚えは。あ、送信履歴。あ、送ってる。ってことはもしかして君の家の前まで来たのも奴の仕業？時間切れ直前であいつも焦ってるんだな。疲れが溜まって俺も弱ってるし、隙をついたか。何の話ですか？ごめん、このメール無視していいよ。意味があるわけじゃないから。俺は君をどこかに呼び出したかったんだと思う。果たせなかったみたいだけど、今日は俺の体力と気力が落ちてるからもう帰るよ。君が近くにいると危なすぎる。でもできれば、あ、いや、明日ちょっと会えないかな。右京が誘ってくるなんて珍しいね。会ってくれるなら昼の1時に駅前で待ってる。別に来なくてもいいからね。本当はもう会わない方がいいから。多分俺が君と会えるのはこれが最後になると思う。俺が消えれば君はもう大丈夫だ。だから安心して、本当にあと少しだから。昨日のさ、右京の誘いなんだけど、僕行った方がいいと思うんだよね。君があいつをどう思ってるかだけじゃなくてさ、いろいろ知るために。君の記憶についてまだわからないことだらけでしょ。普通に記憶が足りないんじゃなくて、なんていうか謎が多いんだ。でもその謎って全部右京に集約されてるような気がするんだよ。君はどう思う？しっかりしたお言葉ありがとう。君は右京にかなり好印象を持ってるのかな。昨日右京は気になることを言ってたよね。これでもう会わないとかなんとか、その真意も確認しないと。さすがに駅前は人多いな。君来てくれたんだ。あ、よかった。君は来ないんじゃないかって。俺不審だしさ、警戒されてるよなって。まあ警戒はしてますけども。でもよかった、嬉しいよ。真剣に泣きそうなくらい嬉しい。君が来るまでずっと今日君に会えたら死んでもいいって思ってたけど、
まだ死なずに済んだみたいだ。ありがとう。こんなわけわかんないお礼言われたのって君の人生初じゃない？じゃあ悪いんだけど、今日は俺の行きたいとこを言っていい？どこもこの近所だから散歩気分で歩こうよ。そういえばさ、君と二度目に会ったのってあのお店だったんだよね。俺メイド姿の君にものすごく動揺しちゃったんだけど、覚えてるかな？まさか君があのお店でバイトしてるとは思わなかったから、意表をつかれて本当驚いたよ。今だったら即死レベルだね。あんまり可愛くてそのまま連れて帰りたかったよ。それは拉致です。そんで動揺しすぎてコーヒーと紅茶と抹茶とオレンジジュースとレモネード注文しちゃったんだよね。気合で全部飲んだけどさ、あの時は大変だったな。店長にはよくぞ飲み切ったって褒められたけど、あの人って毎回キャラ違うよね。基本の性格一緒だけどさ。ってなこと言っても君はわかんないか。ごめんね。それから常連化して君をデートに誘うまでは一体何日かかったかな。俺は君に会うたび毎日ドキドキしてたんだ。楽しかったな、あの頃は。あ、この坂、ここで君と競争したよね。俺が転んで負けて、君がよくここでシンたちとかけっこしたって言うからさ、足速いのって聞いたら自信あるってうなずいたね。それで俺と向こうの電柱まで競争したんだ。結果は俺の惨敗。成人してからろくな運動してなかったもんな。鼻をすりむく大惨事だったよ。君びっくりして引いてるし。でもさ、負けちゃったけどいい思い出だよ。君がムキになる顔が見られたからね。そんな顔もするんだなってさ、おとなしくて優しいだけの子じゃないんだなってそう思ったよ。ここはよく二人で散歩したね。再会したばかりの頃、俺は隣を歩く君に緊張して、なのに君と手をつなぎたくてさ、君の手を引く理由がどこかにないかなって真剣に考えてた。本当に手をつないだのは何度目にここを歩いた時だっけ。ちょっと恥ずかしかったけど嬉しかった。君の照れた横顔が可愛くてさ。ああいう瞬間を撮ればきっとすごくいい思い出なんだろうけど、ダメだね。とてもそんな頭働かなかった。いつかまた君の恋人としてここを歩きたいって俺はずっと願ってた。うん、そんな願いもあったんだ。もう随分前の話だけどさ。